5月30日、皆さんこんにちは。このチャンネルの主を務めております、夢助と申します。今日はですね、ほとんど私の声を聞くのは初めての方が多いと思うんですが、いくつかお話があってこの動画を撮っています。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速今日の動画の、まとめ、目標についてちょっと話をしていきたいと思います。ではですね、サムネ等にもあった通り5月30日って何なんだろうっていう話からまずさせていただきます。5月30日って聞いて最初にもう私と思ってることと同じことが思いつく人はマジで人間の中でマジでもう指で数えられない、なんていうかいないっていう感じのレベルだと思うんですけど、5月30日は当チャンネル凡人の夢助チャンネルの開設日というふうになっております。つまり、チャンネル開設して、約1年間が経ちました。私的にはね、すごいなんか長くも短いっていうなんかありきたりなことしか言えないんですけど、まあ、1日長かったですけど、一本一本動画結構、まあ、長いなと思ったりしながら必死してますけど、正直もう1年かっていう気持ちがすごい長いです。大きいですね。で今日はですね、約その1年間の振り返りと、1年間今後さらにやっていくということで、その目標について、話をしていこうかなと思います。はい、それではね、早速1年間の振り返りの方をねやっていこうかなと思います。正直簡単に言うと、1年間すごく楽しく動画投稿を続けられました。それもね、やっぱり見ていただける視聴者の皆様のおかげです。また、チャンネル登録者の方も270人ですね、現在行っておりまして、こんだけ多くの方に見られてるっていうのは、最初の方は考えもしなかったので、とても楽しく、それにいながら、まあ、私なりにですが、結果を残した1年間だったかなと思います。正直1年間、まあ、続けられたことは私自身とても嬉しいですし、まあ、1年間見続けてくれた人も本当に嬉しいかなと思います。次にですね、来年度の目標について話させていただきます。はい、ということで、じゃあ、来年度の目標について話をしていこうかなと思っております。来年度の目標は主に2つございます。1つ目はチャンネル登録者数と、2つ目は、動画のことに関することについてです。まず、チャンネル登録者に関してなんですが、主に具体的な目標として、来年度はチャンネル登録者を360人増やすということを目標にやっていこうかなと思っております。まあ、なんで360人なのって言われると、まあ、1年間が360人という日で、まあ、1日1人増えていくペースだと非常にね、やっぱり嬉しいなと思うので、1日誰かが私のチャンネルをもう一度見たいと思えるような、ね、動画を上げていくことを目標にやっていこうかなと思っております。で、2つ目ですね。2つ目は、実況シリーズの、始まり、また長期シリーズの開始をね、やっていこうかなと思っております。3月のですね、パソコンを買うよっていう動画で実況シリーズをやりますっていうふうに言ったんですけど、まだ未だにちょっと、あんまり緊張してこれもあまりちゃんと話せないんですけど、あまり自信がなくて何度か撮りたりはしてるんですけど、まだ動画にできるレベルではないので、ちょっとまだできないんですけど、まあ、6月7月ぐらいにはね、ぜひ私自身頑張ってね、動画化できるように頑張りますので、この2つをね目標に頑張っていこうかなと思っております。はい、ということでね、今日の話したいことは、以上で終わりとなります。まあ、ここまでね、ちょっとひどいね、会話レベルで、まあ、こんなね、つまない雑談みたいなことにね、付き合ってくださった皆様、誠にありがとうございます。最後にですね、私が言いたいのは、やはりこの1年間、皆さん、この動画見てくれた皆様のおかげで、この1年間やって続けられることができました。本当に、ありがとうございます。そして、来年度もまだ投稿続けていきますし、どんどん活動をね、盛んにしていきたいと思っておりますので、どうぞ、凡人の夢助チャンネルを来年ともよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー。